ギギ&クエス、どっちが好きなの？ハサウェイ、に対する反応。ハサウェイ趣味悪すぎ。クエスの方が余裕たっぷりな表情なんだな、本妻感。マークエスは別にハサウェイにそんな興味はないわけだが。小説見てないんで細かくはわからんけど、逆シャーとカセンハサ見る限り、ハサウェイもそこまでクエスに入れ込んでるわけではなさそうというか、恋心より殺した後悔による呪いって印象が強い。いや、クエスはハサと相性良くて仲良くなってるよ。あんな風にこじらせなければ良い関係になれただろう。クエスはハサウェイとそこそこ仲良くなってたんだけど、急に出てきた金髪が理想のパパ感出してたから。本来のクエスの性格はシャー背負い投げ以前までで、そこから先はニュータイプ特有の感じやすい性格とシャーの言葉と、そこから連動してアムロから聞いてた言葉の影響を受けまくってたわけで、要は劇中でクエスがハサのことどんだけ本音で好きだったかはわからん気がする。カツとサラよりは好き合ってたとは思う。とっさに助けようってするあたり、なんだかんだで嫌いではなかったんだろうとは思う。そもそも嫌いな相手なら現れた瞬間に撃墜してただろうし、シャーに会わずにロンで2音で過ごしてたらそういう関係になってたんじゃない？しかしね、彼は選ばれなかったのだから。ケリア、ケリアじゃいかんのか？うつのハサウェイ、オカルトに誘った元凶じゃん。スペイリア誘う、困ってたみたいだからつい。ギギ好きになる理由ある？見た目、幸運の女神。どっちもエキセントリックすぎてめっちゃ疲れる。癒しはないのか？割とマジにケネス。ケネスはハサウェイのこと好きだぜって言ってくれるしね。軍人としては非道な手も辞さないが、オフではまともだし、原作でも最後までハサウェイたちを気遣ってたからな。だからこそ余計いたたまれないんだけど、あの結末。中の人的に左、右はもういないじゃない。真ん中もいなくなる。緑は思い出すたびに投げられてるシャーもついてくる。父親と違って厄介な女とばかり巡り合う。エマリーは最初は面倒そうだったけどいい女だったね。左は中古、右は新車、悩む理由がない。新車のまま事故ったし。いや、新車なのか。もともとヒッピーみたいな連中とつるんでたんだよな。クエスなんからさでヒッピーみたいな連中とつるんでた時に遊びまくってそう。さすがに13歳だし、経験があったらその相手に執着してるだろうし、父親役を求める行為もしないんじゃない？女運本当にねえよな、ハサウェイ。女運のブライトさんくらいな気がする。アムロもいいんじゃないの？ラガーの件はともかく特に女性関係で困ってないし。カミーユもファイルし、ファはいい子すぎるから、カミーユと戦争関係ないとこで幸せに暮らしててほしいわ。身構えていれば地雷女には捕まらないものだ、ハサウェイ。女難のハサウェイ、こっちだろうな。個人的には逆の方がしっくりくるんだけど。逆だったら鏡の向こうのクエスも絶対こっち見てる。二人がダブって見えるまではともかくとして、死人の方が鏡のこちら側にいるの狂気度マシマシで良いと思います。ギギノが幾万倍いい女なんだが、トラウマ抱えたハサウェイにとってはそばにいるだけで古傷えぐられるからな。僕この子がいい。僕はこの子がいい。強制送還された時に何をされたのか。クエス別にハサウェイのこと好きじゃないよね。相手にされてないと不機嫌になったりしてすごく面倒くさそうだけど。たらればだけど、家庭環境の違うハサウェイと関わることでクエスの性格もいい方向に行った可能性が。未来さんや妹もいるし。気持ちに正直になってギギー抱けばよかったのに。そんな精神状態だったらそもそもマフティーになってないんだよな。これは気づかなかった。重症だよハサウェイ。ピエロ恐怖症ならぬクエス恐怖症。精神的におかしいからこんなサイン書くよ。カッコつけてるだけにしか見えんけど、なんかあるの？戦場帰りの PTSD 患者するサインに見せてるとかなんとか。平芸が細かい。これ書かれたらギギが口滑らせなくても即黒認定ですわ。マーセンジョ帰りってのは知ってるし、 PTSD については触れないんじゃないか。口滑らせたというよりケネスはハサウェイのことばかり考えすぎ。ハサウェイのこと好きすぎるゆえに気づいてしまう悲劇。クエスはハサウェイ捨てたのにヒロインずらしてるんだよ。ハサウェイがクエスに執着してるんである意味被害者とも言える。
小説の幻クエスのセリフとか本人言いそうもないし。ハサウェイはシャアが隕石を落としても何も変わらなかったのに、どうしてテロに走ってしまったのか。何も変わらなかったからだろ。シャアの反乱で偉い人も地球の定住やめたんだが、10年経ってもう良いよね。血出したからあの時死んだ人たち何だったのかってなったせい、映画版は知らん。よりによってクエスを連れて行ってしまったシャアの思想に傾倒する時点でハサはだいぶ狂ってるな。シャアを必死で止めるためにいろんな人間が犠牲になって人の心の光まで見せたのに何も変わらないってのは、絶望してシャアのやろうとしたことが正しいってなっても不思議ではないのでは。キャラデザのおかげで全般的にメイン3人がセクシーすぎる。ケネスとか声までセクシーだし。ハサウェイ別にギキに対しては最後まで恋愛感情ないよね。シャアにとってのクエスみたいなもん。シャアとクエスの関係ならもっと道具としてギギを使ってるぞ。中立でいてほしい的なこと言ってた気がする。運を左右する存在として見たくなかったのかもな。そこまでは割り切れないのが良いところなのか。ハサウェイのいいところは各シャアで出てる純粋さで、先行のハサウェイは壊れきってるから良いとか悪いとかない。一応ハサがギギに惹かれているのは事実なんだけど、あいつ危険だわってなって自制してる。クエスのトラウマもあるし。クエスは本当にろくでもないなを再確認していく。ニュータイプは人の心を暴いていく存在なんだよな。それでトラブルが起きないわけはなく。ニュータイプは本当に人の核心だったのかな。単に宇宙空間に適応しただけで進化でも何でもないし。子供に SNS 持たせたらどうなるかのオカルト SF 版。面倒ことが起きないはずもなく。陽キャと陰キャが港区女子を取り合ってる、じゃなくて陽キャと港区女子が陰キャを取り合ってるが正しいんだよなって言われて笑っちゃった。ブライトと未来の粉だけある。ハサウェイの魅力に魅せられた二人。ホテルのエレベーターで大人の真似してハサウェイの気を引こうとするギギ、かわいい。ギギちゃん好きだけど疲れそうだな。不思議ちゃん系的な意味で。お前らもすぐこれ言われそう。飽きられたらすぐ捨てられるやろな。イメージの割にそこまで大きくないデザインが好き。ギギ地雷女が好きなのはちょっとわかるよ。人生めちゃくちゃになるのはちょっと。人生めちゃくちゃになったのは割と自業自得だし。続編はまだ時間かかりそうですかね。さすがに今年中には映画の続報来るよな。テレビ版のラストに発表があると最高なんだけど。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いするのだ。